へえ、ユナは歌姫なんだ。すごいんだね。こんな状況じゃなければ歌ってあげてもいいんだけどね。ダンジョンの中だと声がいい感じに響くんだ。リバーブ、エコーなどと呼ばれる効果ですね。壁や天井に音が反射して残響音が発生する現象です。ああ、お風呂で歌うと上手に聞こえるっていうあれだね。歌や音楽は人を幸せにする。みんなを笑顔にできるんだよ。そうですね。音楽を聴いている人、演奏している人は大抵楽しそうです。でも、あの二人、さっきから全然笑わないんだよね。歌おうか？歌わなくていいよ、ユナ。今の僕たちは先行隊。まずは自分たちの仕事だ。そっか。キリトに頼まれたのは世界中近くで見つけたこのダンジョンの偵察だったね。今のところ周辺にモンスターの気配はありません。ただところどころに戦闘の痕跡があるね。あのフーカって子がやったのか、あるいはもしかしたら僕たちに先立って彼女を追っている人物がいるかもしれないってキリトは言ってたけど、どう思う？ほんと喋らないよね、二人とも。もしかして知り合い？仲が悪いの？付き合いがあったわけじゃない。でもこいつ、いやこいつらのことはよく知ってる。 SAO の殺人ギルド、ラフィンコフィ。一般プレイヤーとは相入れない存在だ。どういうわけか、今は GGO のアバターを使っているようだけどな。相入れないのはお互い様だ。血明騎士団、俺にとってお前たちはただの獲物、狩りの対象でしかない。僕を狩れると思ってるのか？試してみるか。二人とも暗い、つまんない、よくないよ。そうですよ、こんな大変な状況なんですから協力しましょう。協力、協力か、バレットラインというものがある。 GGO では自分を狙った銃撃の予測弾道が攻撃に先んじて視認できる。もっともこの至近距離なら見えた次の瞬間には死んでいるだろうがな。お前に見せてやろうか？え？お互いを利用する、それはいい。だが慣れ合う気はない。常に味方であるなど思わないことだ。俺は引き金一つでお前たちを殺せる。死はお前たちが考えているよりはるかに身近にあるぞ。ほら、このようには身近にあるね。だったらさ、狩るとか狩られるとか言ってないで、なおさら楽しく過ごさなきゃダメじゃないかな。それこそみんなで歌ったり笑い合ったりさ、そういうことができるのも生きている間だけなんだし、もったいないよ。剣を突きつけながら言うセリフか。全力でぶつからないと伝わらないことだってあるからね。例えば、僕がどれくらい真剣なのかとか。全力か。この程度で俺の動きを封じたとその気になれば、一瞬で抜いてお前に向かって引き金を引けるんだぞ。問題ないよ。だって
僕の方が早いから試してみる。さて、ゆいちゃんも怖がってることだし、とりあえず銃から手を離したらどうかな。それがどうしても嫌だって言うなら切るよ。ゆうきさん、ありがとうございました。どういたしまして。度胸があるんだな、君は。ううん、全然そんなことないよ。ただ言いたいことは言って、伝えたいことは伝えて、正面からぶつかっていくのが一番後悔しないんじゃないかと思ってるだけ。伝えたいことは伝えるか。まあ確かにその通りだな。ん？何か聞こえたね。モンスターでしょうか。どうしましょう。今は偵察だから、まずは様子見かな。敵の姿を確認したら引き返してみんなに知らせる。ですが、君もわかった。じゃ、行こう。勇気から報告があったのよ。モンスターと、あと戦闘の痕跡を確認したって。了解。さて、どうするかね。何が待っているとしても先に進まないといけないのは変わらないからな。みんなには戦闘を想定して備えてもらう。で、なんで俺が指示しないといけないんだ。あんたがやってくれよ、ケスメイ騎士団団長さん。今の私はリーダーや主役の地位に立つべきではないよ。君がやるべきだ、キリト君。ああ、無論協力は惜しまないつもりだがね。現場での判断はあなたに一任するとカーディナル様もおっしゃっていたわ。結構な大所帯になったからなかなか大変なんだけど。すみません。ああ、いや、いいさ。確かに風花を追うと決めたのは俺だしな。しかし戦闘の痕跡というのが少し気になるな。その風花君にモンスターを操るような管理者権限があるのなら戦闘をする必要はないはずだ。となるとやはり我々以外にも彼女を追う何者かがおり、その人物がモンスターを撃破して我々に先行しているというのが一番蓋然性の高い推測だろうな。まあ同意しとく。真犯人かどうかは置くとしても、風花が何らかの形で PK に関わっているなら誰かに追われてても不思議じゃないしな。だとするとその追跡者は私たちより先行していて、しかも相当な戦闘能力を持っていることになるわね。モンスターの群れをあっさり突破しているんだから。風花はそんな人に狙われているんですね。目的はまだ不明だけど、一直線に風花の元を目指してるのは確かだな。あまりのんびりもしてられなさそうだ。そうね。準備が整い次第行動を起こしましょう。人暴れするか。期待しているよ、キリト君。縦にするにはちょうどいいか。キリトさん、私のかっこいいところ見せますね。こんな形でまた世界中に来るとは思わなかったな。この手のダンジョンだと奥の方に通ったら死ぬと思ってたのに。やつだと言うか。まだまだすぐなのか。飛びます。
装備してみよう。敵だ。
戦力評価。どうやらモンスターは片付いたようですね。無個性で数だけは多い。倒すべき敵としては少し退屈だわ。とはいえさすがのお手並みでした。最高司祭様、味方であるのならこんなに心強いことはありません。味方であるのならね。少しばかり含みを感じる言い回しだけど、何か言いたいことがあるのかしら、アリスちゃん。今この場で申し上げることは差し控えます。いずれまた機会があれば。あら、遠慮しなくていいのよ。せっかくこうして再会できたんだもの。一度ゆっくりと。いや、見てたっすよ、クイネラさん。相変わらず見事な剣さばき。あれ、何か話し中だったか、アリス。いえ、構いません。それでは失礼いたします。生真面目な子ね、相変わらず。クイネラさん、アリスと知り合いだったんですか。そんなことより、褒めたたえ方少しは上達したのかしら。あなたの姿は地上に降り立った太陽のごとく。わあ、デレデレだな。懲りねえやつだな、クライム。どうだ、あいつのアプローチが実を結ぶかどうか、かけてみるか。それ、賭けが成立するのかな。しねえか。全員同じ方に賭けちまうんだな。あいつももう少し落ち着いた方が好感持たれると思うんだがな。空回りしすぎだぜ。しかし相手のお姉さん、食い狙って言ったっけか。かしづかれるのに慣れているって感じだ。キーボーやアリッチの知り合いらしいけど、どういう関係なんだろうな。へえ、お前でも知らねえのか。まあまあ、あのレベルで戦えるプレイヤーなら名前が知れててもおかしくないんだが。取材でも申し込んでみようかな。あった、聞こえてしまったか。いや、なあ、アルコ、なんか嫌な感じがしねえか。首筋がチリチリするな。これもしかして近くにヤバいのが。奥の部屋だ。なんかどでかいのがいるぞ。これは…フンガ！ネージュ、動いてはいけません。え？でも、あそこにフンガが…そんな…あの男は…気配は俺も知ってる。皇帝ベクタ、なぜこんなところに。3人とも銃で攻撃してくれ。その間に俺たちが距離を詰める。オッケー、任せて。でかい図体だから当て放題だぜ。違います、そちらではありません。
やるのはボスモンスターじゃない男の方だ。え、マジで言ってんの？男って今戦ってる人？この世界って確か死んじゃったらまずいんだよね。説明は後でする。とにかく、お援護する。キリト、アリス、行って。頼むぜシオン、動ける奴は俺たちに続け。レンもクソも撃ちまくって殺す気で、あの男に余裕を与えちゃダメ。もうどうなっても知らねえぞ。嘘だ、あんな避け方可能なの？なんだそりゃ。シートか、シートなのか。続けて、当たらなくても平成にはなるから。フーカ、こっちに来い。そいつから距離を取れ。フーカ、来るな。なぜ。考えてる暇ある、突破するぞ。あの男は指導たちに任せろ。俺たちはモンスターを片付けるんだ。もう何が何だかわけがわからん。なかなかいい結果だ。素晴らしい。フーカ、フーカ。さて、以前に顔を合わせたのはついこの間のようであり、随分と久しぶりのようでもあり、
不思議な感覚だが、再び会えたことは実に喜ばしい。剣士キリト、そしてアリス、アリシア。バカな、なぜ、なぜお前がこんなところに。そんな、正確に頭部を狙うか。以前より腕を上げたかな、シノ。ガブリエル・ミラー、それとも皇帝ベクター、あるいはサトライザー、どの名前で呼ばれたい。好きなように。所詮名前は記号でしかなく、本質からは遠いものだ。ウーカ、嘘でしょ。傷が塞がりません。ウーカさん、しっかり意識を保って。諦めちゃダメ。お前はここで何をしている。ずっと彼女、フーカを付け狙っていたのか。ああ、彼女の意識は甘く優しく繊細で、私の期待に応えてくれたよ。そのあたりのうぞうむぞうとは一線を画する美味だった。そのあたりって、あちこちの PK もお前の仕業か。しかし、なんだこのプレッシャーは。下手すると前に戦った時以上か。くそ、体が重い。今回は大勢引き連れてきたな。興味を惹かれる魂もいくつか見受けられる。礼を言わせてもらおう、キリト。私はまだまだ飲み、暗い、味わうことができそうだ。いけません、キリト。何かがおかしい。あの者と今ここで戦うべきでは。分かってる。おそらくアリスの勘は正しい。全員で戦っても勝てる気がしない。でも、どうやってこの場から撤退する。一度に全員をというのはさすがにもったいないか。どうせなら一人ずつ味わいたいものだが。全くダメージが入っていない。お前が最初の一人になるか。それもよかろう。キリト君、みんなこいつから離れて逃げろ。俺が食い止める。だなあがきと言うべきだが、どこまで粘れるかな。まずい、こいつを抑えきれない。システムコマンド、強制転送。まだ余力があった。最後まで味わい尽くせなかったのは残念だが、まあいい。命拾いしたな、剣士キリト。
としたおまじないをかけといた。四体の守護者に四つの手がかり見つけて。おまじない？守護者？どういう意味だ？手がかりってのはアイテムか何かか？みんなそのこと、後のこと、お願い。やだ、やだよ。